キーパーが後藤正明、ディフェンスラインが河合歩、西村、そして加入後初スタメン城和、そして山田で組む4バック、ダブルボランチに高江と小西、トップ下土井翔馬、右ウィング伊坂善、左ウィング国部、中央に藤本を予想しています。続いて横浜 FC です。キーパーが市川、最終ラインはガブリエウ、ドカボニフェイス、福森の3バック、ダブルボランチにユーリララ、井上シオン、ウィングバックに山根と中野、シャドウにジョアンパウロと小川、最前線に高橋の 3-4-2-1 を予想しています。高江小西の一つ一つの仕事がすごい丁寧です。こういうところ縦に送った伊坂善、中2枚自分で突破していく、左足狙っていった、先制は山形、伊坂善クルス相手に先制ゴールを決めてみせました。カットインからの左足、ゴール左隅沈めていきました。まあ、小西選手のこの持ち運びから一本立て入れて、伊坂選手、そうですね、ボール引き込みながら福森選手と対峙して内側カットイン、はい、で今季ね、左足なかなか入ってなかったんですよ、実は。あの力入りすぎて枠取れないっていうシーンが多かったんですけど、ここは本当によく抑えて、しかもちょっと巻き気味ですよね。山根から中に送って狙っていきました、こぼれている、早かったですね、ターンから、はい、ジョアン・パウロのシュートでした。中野の低いボールはゴールに向かっている、高江に当たりました。そうですね、まあ、それに対しても後藤選手しっかりと、はい、動けてましたね今、はい。ここからクロスボール、ボールがこぼれているぞ、シュート打っていきました。最後高橋、ワンタッチで藤本、右サイドの伊坂善に通った、伊坂善そのままドリブル、クロスボールはよく戻りました。今はうまかったですね、山形のねビルドアップからの、はい、左で作って中央経由の右サイド、国分選手のこのパススピードもね引っかかるかなって思った方も多いと思うんですけど、絶妙でしたね。今度は横浜 FC、 そうですね、こうやって一旦ゆっくりでいいんで押し込んで縦に通す、右足振り抜いた、後藤正明のセーブ、小川のシュートでした、はい、セーブ数は72回とリーグ3位を誇る後藤正明のセービングでした。ドカボニフェイス、井上潮が降りてきた、じわりじわりとパスを回しながら相手陣内に押し込んでいます。そしてユーリララ、クロスボールにヘディング合わせた、高橋がしっかりと逆サイドから入っていました。横浜 FC 同点に追いつきました。ユーリララ選手がこの丁寧な、はい、プレゼントですよね、はい、最後決めてねっていうボールを送ったんで、半分以上はもうユーリララ選手のゴールと言っていいぐらい。セカンドボール、山形土井翔馬、うまい、うまくターンして井上からまだ行く、さあそして右サイド山根、クロスボールにヘディング合わせた、ユーリララがまた来ました。プレスもパスワークで打開します。そして桜川、ここもつながりました。ガブリエウ、山根が呼んでいる、スペースがあるぞ、伊藤選手1枚か、山根グラウンダーカプリーニが来た、
やりきりましたね、わずかに枠の右。いや、ここもさすがの攻撃でしたね。井上、ガブリエウ、最終ラインを経由してゆっくりとサイドチェンジ、右サイド山根、これそして有利のグラウンダーに井上志音、もう一度福森が狙っていった。福森明人、今シーズン2ゴール目、逆転ゴールを決めてみせました。ワイドのところ山根選手がワイド作って、でその内側をユーリ・ララ選手が斜めポケット取りに行くと、はい、ここにやっぱ福森選手がいて、福森選手の左足の前にね、はい、こんな丁寧なボール、優しいボールが転がってきたら、まあ最低でも枠内は行くと思うんで、まあでもそれどころじゃなかったですね、はい、しっかりとゴールネット揺らすとこまで行きました。後藤祐介、うん、小西から木田龍馬、そうですね、そして伊坂全員がいました。伊坂全員がドリブル突破していく、クロスボールに、いや、木南ですか、そうですね、はい、1個外もいましたけどね、はい、そして後藤正明のストレート性のボールは受けてもファーサイド、ここで試合終了の笛です。横浜 FC 3連勝、これで15試合負けなしです。一方の山形、5試合ぶりの黒星、プレーオフ進出へ痛いホームでの敗戦です。